いやー、先ほどまでライブお疲れ様でした。立憲代表選ライブに続き、多くの方々に見ていただきましたが、立憲代表選よりも波乱の結果でしたね。可能性は十分にありましたが、石破茂新総裁、そして総理誕生ですね。皆さん、こんにちは、ハンニャです。本日は2024年9月27日ですね。で、この動画では、石破新総裁誕生についての軽いまとめ及び、本日お届けしたかった相変わらずのコニタン劇場をお届けしますので、何にしても疲れたわ、と思われた方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、本日夜11時半からライブをしてますので、良ければコメント欄、固定コメントからどうぞ。では、今回の目次はこちらです。で、立憲代表選非公認候補としての活動のせいで、自民党総裁選を追いかけられてなかった私ですが、本日の自民党総裁選、ドキドキしましたね。結果は決選投票で高市氏を破った石破氏が新総裁に選出されましたね。ただその過程はちょっと驚くものでした。こちらは FNN の9月27日午後2時14分の記事ですが、見出しは、速報高市氏181票、石破氏154票で決選投票へ。小泉氏は136票で敗れる自民党総裁選ですね。で、総裁選は午後1時スタート。立憲は候補者による演説が持ち時間6分で行われましたが、自民党はすぐに投票が始まりましたね。よかった。9人もいるわけですから、6分ずつ話してたら、それだけで1時間弱。最初に話した人の話なんて忘れちゃいますからね。そして集計に25分程度だったかな。そして結果発表という流れでしたね。で、記事を読むと、1回目の投票は国会議員票367票と党員票368票を合わせた735票で行われた。高市氏は181票、議員票72票、党員票109票、石破氏154票、議員票46票、党員票108票だった。小泉氏は136票、議員票75票、党員票61票で3位となり敗れた。4位は林官房長官で65票、5位は小林鷹之氏で60票、6位は茂木幹事長で47票、7位は上川外相で40票、8位は河野デジタル相で30票、9位は加藤元官房長官で22票という結果でした。一応説明しておくと、党員票は総計368票を各候補者の獲得した全国の党員による獲得票数の割合で分けます。ですから、高市氏と石破氏はほぼ同じだけ党員などから獲得したわけですね。小泉氏は思ったより取ってない。あれだけ人気があると思われていたのに、高市、石破両氏の半分ちょいくらいというか、むしろ高市さんが代表選を通じて党員票を伸ばしたんだろうね。林さんは思ったより取ったんじゃないかな。そしてある意味地味だった加藤さんが取れてないのはわかりますが、河野さんの党員票発表はちょっと意外だったかな。そして議員票は石破氏があまり取れず、むしろ小泉氏がトップ。ほぼ同数で高市さん。結果として高市さんが1位、2位が石破さんという結果に。ただ、この段階で気になってたのが、小泉議員票。ライブでも言ってたんですが、あれ？小泉議員票、想像以上にあるぞ。これ全部石破に回ったら逆転もあるんじゃね？という妄想も。そして党員票の扱いが変わるんですよね。すなわち先ほどは各候補者の得票数をもとに算出された党員票ですが、決選投票では各都道府県ごとに石破、高市のうちどちらが獲得数が多かったかで、各都道府県連票が決定する。合計47票を取り合うことになる。ですから、人口の多い東京も1票、そうじゃないところも1票となり、それこそ1票の格差問題チックなことが出てくる。そして結果はこちらですね。こちらは日経新聞の記事からの引用ですが、はい。国会議員票、都道府県連票、ともに石破氏がわずかに勝って、石破氏が勝利ですね。先ほども言ったように、都道府県連票も、総数は本来高市氏が勝っても良さそうなんですが、ルール上石破氏が勝つことに。これは高市氏悔しいでしょうね。215票対194票。その差21票。11票移動するだけで結果は変わりましたからね。都市部では高市さんが勝ってるということは、都道府県連票については、やはり制度としておかしいと思う方もいると思います。それだけでも差が小さくなりますから。ただ、俺言いましたよね。岸田さんが総裁選に出ないと宣言してすぐに、8月16日には、2021年の総裁選では一部の高市支持者が暴走して議員票が逃げたと、杉田水脈議員が当時に注意喚起している。今回もその二の舞になりそうで怖いという話をしましたが、その動画のコメント欄には、応援してる人に対してそんなことを言うとか、水を差すなとか、反対する意見コメントがありましたが、いや、もっと攻撃的なもので不快になるものでしたけどね。結局その後に、9月2日には高市さん自身が SNS に特定の候補予定者やその方を支援しておられる議員への誹謗中傷があると聞き、残念に思いましたと批判する支援者に対してコメント。そして高市さんの推薦人になると思われていた小野田公議員が加藤勝信議員の推薦人になったと分かった時に、やはり同じような話が出ましたよね。そして決選投票でこの惜敗。実際に影響があったかは不明ですが、2021年の杉田氏の発言などを見てると、影響があったのではと頭をよぎります。また小野田議員は、言いたいことはたくさんありますが、うまくまだ言葉にならないのですが、まずは加藤勝信候補、ご支援くださいました皆様、誠にありがとうございました。結果は残念ではありましたが、加藤候補にお心を寄せていただいた皆様に、推薦人として心より感謝申し上げます。決選投票では高市早苗候補に1票を投じました。高市候補を決選で勝たせることができず、誠に申し訳ございませんでした。今後を考えたとき、悔しい気持ちは重々わかりますが、高市先生のためにならないから、他候補やその推薦者に攻撃的なリプとかしないでは、今も今後も頭の片隅に残してほしいです、とおっしゃってますね。なんか、小野田さんの言葉を読む限り、攻撃的なリプによる影響を実感されてるんじゃないかな。もちろん、例のリーフレットの件とかもあるじゃんって言いたい人もいるだろうけど、暴走してる人たちがまたやらかしたという側面がある気もするね。でね、まあ普通この手のイベントがあれば、一言はおめでとうございます的なコメントを入れるんですよね。立憲民主党前代表の泉健太議員は、自民党新総裁に石破茂氏が選出されました。お祝い申し上げますとコメントをしてますね。またこちらは代表選を戦った枝野幸男元代表ですが、石破茂さんが自民党総裁に選出されました。挑戦を繰り返した中で掴んだ当選に敬意を表し、お祝い申し上げますという言葉でコメントを始めてますね。野田代表は特にツイッターではコメントをしてませんが、まあ野田さんはツイッターを普段からそんなに利用してないからな。そういえば日刊スパ9月7日の記事では、代表総裁が決まる前に、自民党総裁選で注目の石破茂 vs 立民野田佳彦が対談で語った、きちんと議論する国会を取り戻す覚悟という見出しの記事で、野田石破対談をしているのは、ある意味軽眼だったかもね。野田さんが記事の中で、今一度確認ですが、エッチな人々という企画ですよね。私が G と T を聞き間違えたのかと、アホな親父ギャグで滑ってますが、野田と石破のエッチな話ってどんな地獄だよ。ただこのようなお祝いコメントを一切入れることなく活動するのはイメージ通りの小西議員。こちらは総裁が決まった直後の3時28分の小西議員のツイートですが、石破氏が総裁選で訴えていた奇天烈な公約からはどのような政権になるか想像が難しいですが、冷静沈着に分析して戦略を練り、政権奪取を目指しますですって、ただただ悪態をついてる。またその後には、はい、高市氏が総理大臣になるかもしれないという亡国の瞬間を味わいかけたというのは、本当に恐ろしいことだと思います。石破氏もはちゃめちゃですが、政権奪取すべく頑張ります、などコメント。まあ、責任ある立場の人間じゃないという意味なのかしら。悪態つきすぎだろ。ちなみに皆さん気をつけてくださいね。相変わらず小西議員は危険ですから、こちらは9月26日の小西議員のツイートですが、例えば、斉藤知事を含め全国の知事が策定する医療法の医療計画は私が立案したロジックモデルに基づく PDCA サイクルによって実施することになっています。国会議員何年やっても実績もないなどは完全な名誉毀損で法的措置の対象ですので削除くださいですって。誰に言ったのかすでに消されているためよくわかりませんが、国会議員何年やっても実績ないというワードが名誉毀損とか、で、これがその24分後の小西コメントですが、国会議員何年やっても実績ないなどは私のようにホームページなどで根拠ある実績報告をしている議員に対しては名誉毀損になります。一方で自民や維新には本当に国会議員としての実績がない議員も大勢います。そうした議員らを批判されるのは社会的にも意義のある言論と思います。ですって、いやいや。何を実績と思うかは国民の評価であって、それこそアベノミクスを実績と思う人もいれば、あれは最悪だったと思う人もいるわけでしょ？それで実績がないと言われたら名誉毀損とか、それっておよそ国民が政治家について批評論評することを許さないと言ってるわけで、表現の自由をバカにしすぎてます。もちろん事実無根のことを言われる場合にまで関与しろとは思いませんから、実際小西議員が名誉毀損訴訟で勝っているように、事実無根の誹謗中傷については怒りを持つのはわかりますが、評価されたことについては、お前の活動が認められてないだけだぞって話だからね。それで感想を言えば、名誉毀損とか言うのはやばすぎでしょ？そしてついでに他党の議員については実績がない人がいると馬鹿にしてる。なんだこれ。ちなみに実際にこの小西議員が言うホームページを見ると、制作実績の欄は2021年が最新で、他を見てもなんか旧サイトに飛ばされて、ここ1年ほどの活動について何の報告がないというか、このホームページの最新情報の欄を見ると、2022年で止まってるんだよね。そもそも、ホームページに実績を書いてるんだから、実績がないって騒ぐのは名誉毀損だって発言自体がやばいんだけど、その根拠らしいホームページには最新の情報がないということは、小西さんは最近は実績がないということで OK？ で、小西議員以前から国民の表現の自由を脅かす発言が目につくんですよね。2023年3月19日には、顧問弁護士と相談し、放送法の解釈をめぐる問題で、事実の曲解などによる誹謗中傷等を行っている YouTube などや、その拡散コメントに法的措置を取ります、再生回数を稼ぐための悪質な違法行為という訴えも検討します。これまで私の名誉毀損の訴えは全て勝訴しています。速やかな削除や改善を求めます、と言ってる。確かに勝ってるけど、それは相手側の発言がひどいケースね。小西さんは法的措置と言い過ぎてるのよ。気に入らない言動に対して脅しすぎ。そしてこちらを見てほしいんですが、こちらは2023年3月22日の小西議員のツイートですが、これは例の放送法の解釈変更で高市さんと小西さんが争ってた際に、小西さんが用意した資料が違法な入手であり、国家公務員法違反で告発するという趣旨のコメントを池田氏がコメントしたことに対する小西議員のリアクションですが、私の国会活動は、憲法で民事・刑事責任が免責され、そもそも国家公務員が公益通報を行うことは国家公務員法の守秘義務に反せず、むしろ積極的に法令違反の是正に協力すべきが政府見解です。きちんと勉強してから発言することをお勧めします。なお、池田氏には最大限の法的措置を検討しますとか言ってる。ただこれ、小西議員が言ってるのは、憲法51条の免責特権の話でしょうが、憲法51条は、国会での議論を遠慮なくできるように、国会で行われた発言などについては、民事上、刑事上責任を負いませんという条文でして、国会活動として何をしても許されるとかじゃないですよ。もちろん、そもそも守秘義務違反などが成立しないという反論は議論の余地がありますが、守秘義務違反があったとしても、国会活動は免責だという発言は、これは憲法の解釈を間違えてますね。私も、きちんと勉強してから発言することをお勧めしますし、ましてこのような感じで YouTuber に対して文句を言うなら、問題だと思うんだよな。まあ特に小西議員が YouTuber を訴えたとかも聞きませんし、もしかしたら捜査中なのかもしれませんが、なんだかな。まあ小西議員は普段から法的措置という言葉を使いすぎててね、一体どういうふうな意味で使ってるのか、まあ単なる脅しなのかな。まあたまにね、本当に訴えますけども、まあ小西議員自身もね、法的措置という言葉の意味を忘れてるんじゃないのかな。まあそんなふうに思ったりもするんですけども、まあそんなことを言ってたらね、さっきちょっと確認すると、石破さん、解散総選挙をできるだけ早くする言うてるらしいですわ。私はてっきり支持率の上昇を見てからね、判断するとかそういうこと言うのかなと思ったんですけども、まあそれをね、隠しながら。石破さん大きく出たな。万が一負けた場合どうするんだろう。まあわかんないですけどね。皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想をコメント欄でお伝えください。またね、これ前から私問題だと思ってるんですけども、蓮舫氏がそれこそね、事実無根の誹謗中傷の拡散をしていた件、まあそう言われてもしょうがない件について、以前お伝えした動画をこちら側に。これ自分の参議院議員選挙の時のライバルに対するデマですからね。めっちゃ問題ですよ。また、こちらはね、今日のライブ中にちょっと言ったら、知らない人が結構いたので、その方々へのおすすめなんですけども、小西議員がね、三原じゅん子さんとアイコンタクトをしていたのに、安倍総理によってそれが潰されたっていうね、何それ、そんなことをお伝えした動画をこちら側に、そしてそんな小西議員が安倍総理にツイッターでブロックされてたってことについてね、愚痴ってる件をお伝えした動画をこちら側にご用意してますので、ご存知の話がある方はね、ぜひともチェックしてください。ではぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。皆さんの高評価ボタンがこの動画のパワーになりますからね、忘れずにしててください。では次の動画、本日のライブなどでまたお会いしましょう。バイバイ。